京都っぽいですね。京都なんで。ぽいじゃなくて。あ、いいですね。京都らしい。京都だけらしい。京都だけらしい、はい。わーお。大きい。踊りの人みたい。気持ちいい。頭の色。なんか夏らしいお天気だね。夏らしい。うん、青いですね。おじさん、死んだよって言った感じ。この人はお玉なんですか？そう、検証員ね。ちょっと、ゆかの髪型似てない？私だね、ちょっと横並べ。いいよ、いい表情してるよ。いいよ、いいよ。食べれば完璧だったんですやりたいですね。やろう、みんなで。今日ハッピーバースデーボーイなんだ、はい、ハッピーバースデーボーイ。幸せだなんですよ。25番です。1、2、1。大吉。どうして。おお、新しいこと始めるって書いてある。仕事かしら。なんで仕事に持っていくんですか。思わぬ出会いがありそうですだって。どうしよう、次彼氏できます動画が撮れたら。そんなのあげんの。今日って何書いてあるんですか。七色今ある。人の力に及ぶまし、神の御心なるを知るべし。難しいですね。多分入ってきます。大吉。お、いいね。注意からの評価が高く物事すべて上手。お、いいね。こういう時こそ自我を忘れない。今しめられた。調子乗るなってことか。綺麗ですね。ねえ、じゃあ重軽しやって。重軽いし。汗がやばい。ポタポタと。重軽いしは自分が思ったより軽かったら願いを叶えやすいってことですか。で、同じ重さなのに、はずなのに、重くなっちゃう、上がらない時もあるの。その時は叶えにくい。へぇ。私、滋賀県でやったのは、マジで、初めこうやって持った時は普通にふっと持ってたの。はいはいはい。その後に、当時のね、彼氏が願い事してたら、こんなのってるから、あんたどんな無理なことを言ったわけって言ったら、兄ちゃんが素直になります。あ、もうちょっと難しい。どうぞ。そもそもが重いですか？重たい。そう。いや、変わんないです。重たいものは重たいです。あ、ちゃんとあのやり方間違えてるからじゃない？ここのやり方。あ、結構重い。お、なんか軽くなった感じが違いました、こっちから見てると。なんか重いな。さっきより重く感じたような気がしないでもないような。浄化されてる。浄化されましたかね。意味深ですかね、今これ。今あの浄化してあげてる。いいですね。どっちが、これあの、食べられたら、先生もいただけるタイプ。こっちが1000年続いてる。1000年、じゃあ1000年いきましょう。1000年いきましょう。ちなみにこっちがずっとなんか、女系できてるって。どっちがいい？こっちが薄味らしいんで、濃い味がいいんだから。じゃあこっちにします。何のお土産だ。へぇ。1人前で。1人前でよろしいですか。すごいね、でも1000年。1000年でちょっと本当にすごい。さっきのお玉さん、はいはいはい、そうですよね。鎌倉の前、平安とかですよね。本当にすごい。京都らしい。お待ちどうさまです。はい、はい、あ、ありがとうございます。お餅ありがとうございます。
あ、マジで。ああ、うん。うん、おいしい。てか好きだよ。味して、この甘じょっぱい味が、うん、なんかこのサイズ感がちょうどいいね、うん、何本もいけちゃいますね、これ、うん、あ、ありがとうございます。ノルマだから、それ。ありがとうございます。よ、おいしい、これ、うん、ありがとうございます。すみません、お会計。ワッピング、お会計です。ありがとうございます。見て、別に好きとかじゃないから、たまたま暇だったから誘ってあげたんだから、一人はマシだと思っただけなんだから。ただ強がりじゃないですか。ランチはしないでよねと言う。言います。好きで悪いとか言う。私だけのこと見てなさいよ。一番ももさんの口癖。連絡ぐらいよこしなさいよね。ああ言う。なんかちょっと無駄に上からマウント取っていく感じですよね。 LINE ぐらいできるよね、うん、私の不満がなんだっていうのよ。桃さん語録みたいな。チャンネル可愛いですよ。やってみてください、ツン。え、ツン。あんなツンないもんね。いやいやいや、ゆかさんの酔っ払った時はツンですよ、だいぶ。桃さんのこと勝手に口説いてんじゃねえよ。違う、ピアスが流行しかけてんじゃねえよって怒りだ。それはツンじゃないです。やからです。やだなぁ。なんでこんなに酒癖悪いんだろう。ゆかさんが言うか面白いですよね。で、それでみんな爆笑みたいな。笑いかっさらっていくみたいな感じです。お酒って怖いですね。お酒が。お酒のせいにしとしょ。お酒の。全部お酒のせいにしよう。全部お酒と生理のせい。はい。今日はりょうくんのお誕生日で。ありがとうございました。昨日じゃないよ。今日クリスマス。ありがとうございます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 。キュウさん、ママと一緒に帰るの？佐藤君と清水で。なっなっかよ。で、清水での舞台から飛び降り、佐藤君を撮る。死んじゃうよ。りょうくんは？しみなりとなま。まあ、いいね。お寺っていうよりにあの、なんか鳥、鳥さんわーって赤い鳥。でさ、サイズが合いますね。うん、私もびっくりした、今。あ、お客さん。あー、やっちゃった、やっちゃった。ありがとうございました。ありがとうございました。あっという間にチェックアウトの時間を迎えてしまいましたね。はい、はい、あっという間ですね。いや、素敵すぎて癒されました、はい、もうちょっと長く宿泊したかったなって。そうですね。また改めてゆっくりお邪魔させていただきたい。あっという間ですね。少しでも楽しんでいただけたら嬉しいです。佐藤さん、泥酔旅初参加でしたけど、いかがでしたか？酔っ払ってご迷惑が心配ですね。でも本当に楽しかったです。よかったです。最後、ママの方から一言いただいてもいいですか？泥酔旅、ちょっとあの今回は男性2人もね、増えまして、いろんなメンバーと楽しんでいきたいと思います。六郷とホテルさん、本当に最高でしたので、皆さんぜひお泊まりになってみたらいいと思います。またあの、私も京都の祇園とかに、ね、飲みに来ること結構あるので、必ずここに泊まりたいなと思います。ありがとうございます。はい、素晴らしいです。お待ちしてます。高評価、コメント欄たくさんいただけますと嬉しいです。チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。それでは次回の DC 旅、お楽しみにしてください。